徳島県全県区はかつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。定数は廃止に至るまで5。1950年公職選挙法施行以降から廃止までの区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行。 当日有権者数、64万1639人。投票率 69.、69.82%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行。当日有権者数、62万8572人。投票率 75.、75.53%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数。 618,478万8 8人。投票率 70.、70.44%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数、612,499万人。投票率 74.、74.02%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日。有権者数、611,648人。 投票率 77.、77.14%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、59万7006人、投票率 76.、76.37%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、58万4165人、投票率、 80.72%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数、566,519人。投票率 75.、75.52%第32回衆議院議員。総選挙12月27日執行当日、有権者数、549,703人。 投票率 74.、74.36%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数、516。044人投票率 79.、79.78%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数、516,445人、投票率、 76.87%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数。51万2734人。投票率 74.。74.38%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数。50万8130人。投票率。 69.73%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数49万6331人、投票率68.35%。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数48万3513人。 投票率 67.、67.94%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数、49万1831人。投票率 72.、72.13%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日、有権者数、46万3302人。投票率、 61.48%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数47万1425人、投票率60.14%。ありがとうございます。